ザシークはアメリカのプロレスラー。ミシガン州、ランシング出身のレバノン系アメリカ人。アラブ人ギミックの狂乱系ヒールとして一時代を築き、日本ではアラビアの怪人の異名を持つ。NWA デトロイト地区のプロモーターとしても活躍し、デトロイトの帝王とも呼ばれた。シークの名を冠したプロレスラーは数多く存在するため、本国アメリカでは尊敬の意味も込め、 ジオリジナルシークとも呼ばれる。晩年は、ハードコアレスリングのオリジネーターの一人として、再評価されていた。老いのサブーことテリー・ブルンクもプロレスラー。息子のエドワード・ファー・ハット・ジュニアも、キャプテン・エド・ジョージのリングネームで1970年代、後半にプロレスラーとして活動していた。両親はレバノンからの移民であり、10人兄弟の一人として、ミシガン州ランシングにて生まれる。 学生時代はアメリカンフットボールの選手だった。17歳の時に年齢を偽って陸軍に入隊し、第二次世界大戦に出征。その後、プロモーターのバートルビーにスカウトされ、1950年にプロレスラーとしてデビュー。デビュー前はモンタナ州ビュートの銅山で再興奮をしていたともされる。キャリア初期はザシーク・オブ・アラビアのリングネームで、 中西部や北東部、テキサスなどを転戦。1955年11月18日には、シカゴにて、ルーテイズの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦し、1950年代後半には、ディック・ザ・ブルーザー、ウィルバー・スナイダー、エドワード・カーペンティア、ドン・レオ・ジョナサン、バーン・ガニアラと対戦。WWF の前身団体である、キャピトル・レスリング・コーポレーションでは、 ブルカリーとタッグを組み、ジェリー・グラハムエディ・グラハムやマーク・ルーインドン・カーティスト構想、ヘイスタック、カル・ホーンやスカル・マーフィーとも対戦した。その後、ザ・シークとリングネームを簡略化し、ヘビ、ジジョ、火炎攻撃などのギミックを用い独自のスタイルを確立。1962年5月にはセントルイスでパッドーコーナーを破り、 セントラルステーツ版の NWA、US ヘビー級王座を獲得している。1963年10月10日には、アマリロにて、ドリー・ファイク・シニアから、テキサス西部版の NWA、北米ヘビー級王座をダッシュ。以降、翌年4月にファン・クシニアに奪還されるまで、フリッツ・フォン・エリック、リッキー・ロメロ、和風・マクダニエル、ダン・ミラー。 キラーカール・コックスらを相手に防衛戦を行った。1964年に、デトロイト地区のプロレス工業系を買い取り、NWA ビッグタイムレスリングを設立。NWA の会員資格を取得し、プロモーターとしても有力な存在となった。1965年2月6日、ジョニー・バレンタインから、デトロイト版の NWAUS ヘビー級王座を、ダッシュ。以降、 1980年5月まで15年強に、渡り、バレンタイン、ボボブラジル、パンピロフィルポ、ジノヘルナンデス、テリー・ファンク、マイティ・ゴールラを破り同王座を通算16回獲得。ビル・ミラー、ルーイン、ザ・ストンパー、アーニー・ラット、チーフ・ジェイ・ストロン・ボートも王座をめぐり構想を展開した。立地区にも精力的に遠征しており、 カナダのモントリオール地区では1967年にジノブリット1974年にミシェル・ディボアを下しフラッグシップタイトルのインターナショナルヘビー級王座を通算3回獲得。西海岸のロサンゼルス地区では1969年にフレッド・ブラッシーやミルマス・カラスと NWA アメリカスヘビー級王座を争っている。 トロントでは1971年にタイガー・ジェット、新都構想、日本発遠征後の1972年10月には、ハワイにて、フレッド・カリーから NWA ハワイヘビー級王座を、ダッシュした。1974年2月17日には、トロントのメープルリーフ・ガーデンにて、アンドレ・ザ・ジャイアントとテキサス・デスマッチで対戦。 ジム・バーネット主催のジョージアチャンピオンシップレスリングでは1978年6月22日、アブドーラ・ラザ・ブッチャーと組んで、スタン・ハンセンミスター・レスリング2号と対戦している。1974年から1978年にかけてはインディアナポリスのフォアにて、ブルーザーとも交想を繰り広げた。ニューヨークの WWF では1960年代に、 ブルーノ・サンマルチノやアントニオ・ロッカと交想。1968年の MSG 定期戦では10月21日11月18日12月9日の3ヶ月連続でサンマルチノの WWWF 世界ヘビー級王座に挑戦した。1970年代からは QU グランウィザードをマネージャーにスポット参戦し、 1972年11月18日には、ボストンガーデンにて新王者、ペドロ・モラレスに挑戦。1973年12月14日には、同月10日にスタンスター・ジャックを下し、WWF 王者に会議在たサンマルチノの初防衛戦の相手を務めた。本拠地のデトロイトにおいても、1979年8月25日に、 ボブバックランドの WWF ヘビー級王座に挑戦している。プロモーターとしても WWF、WWF やカナダのトロント地区などと提携し、繁栄マーケットを築いていたが、日本車輸出量の増大によるデトロイトの景気急落などの諸事情で観客動員が落ち込み、1980年10月にビッグタイムレスリングは活動を停止。以降は、 フリーランサーの立場で各地を転戦するようになり、フロリダの CWF では、ダスティローデスとデスマッチを展開。デトロイト時代の名優、アンジェロ・ポッフホがレキシントンで旗揚げした、インターナショナルチャンピオンシップレスリングなどにも参戦していたが、1982年以降は、セミリタイヤ状態となった。その後、日本で FMW に参戦していた1990年代に、 入り、アメリカでも単発的に活動を再開。1994年2月5日には、イカップリングウィズに登場し、パッド田中をパートナーに、ケビン・サリバンタズマニアックとタッグマッチで対戦している。なお、セミリタヤ後は更新の指導、育成を手掛け、老いのサブウをはじめ、ロブ・バンダムやスコット・スタイナーらミシガン出身の選手をトレーニングしている。 1972年9月末期の日本プロレスに初来日。2試合のみの特別参加という世界王者級の大物扱いで、坂口誠二と UN ヘビー級王座をかけてのに連戦を行い、初戦となる9月6日、田園コロシアムにて坂口から王座を奪取している。翌7日のリターンマッチで坂口に脱回されるも、凄惨な流血戦を展開した。 翌1973年3月、全日本プロレスに初参戦。同じく2試合のみの特別参加で、4月24日に大阪府立単位区間にて、ジャイアントババが持つ PWF 世界ヘビー級王座の初防衛戦の相手を務め、翌25日にも日大行動にて再挑戦した。百七十四年十一月には、新日本プロレスに参戦し、 11月12日に沖縄の奥竹山体育館にてアントニオ猪木とのランバージャックデスマッチも行われたがシリーズ途中に緊急帰国している。シークが新日本プロレスに参戦したのはこの1シリーズのみである。1976年、チョキとの異種格闘技戦が決定したモハメドアリのアドバイザーになったと報じられたが新日本に再来日することはなかった。 1977年12月、全日本プロレスの世界オープンタック選手権にアブドーラ・ザ・ブッチャーと地上最強枠コンビを組んで参加。ドリー・ファイク・ジュニアテリー・ファンクのザ・ファンクスを相手に大流決戦を繰り広げた。シリーズ最終戦である12月15日のクラマへ、国技館でのファンクス戦は昭和の全日本プロレスを代表する名勝負であり、タックリーグ戦を 日本のマット界に定着させた記念碑的な試合とされている。以降も全日本プロレスを日本での主戦場にハンクスとの抗争を続けるが、1979年の世界最強タッグ決定リーグ戦では、ブッチャーと仲間割れして顔面に火炎攻撃を見舞った。翌1980年5月2日、後楽園ホールにて行われたブッチャーとの遺婚戦では、 実況席の倉持た顔アナウンサーを襲い流血させた。同年暮れの世界最強タッグでは、シークのコピーと言われたグレートメフィストを連れて参戦、ブッチャーキラー等赤松との最終戦では、両者リングアウトに持ち込みブッチャー組の優勝を阻止している。1981年の世界最強タッグには、マークルーインとのコンビで参加。 ブッチャーと入れ替わりに新日本プロレスから移籍してきたタイガー・ジェット・シンプ5大古地区での構想を再現し上田馬之助、ハーリー・レース、ブルーザー・ブロディとのシングルマッチも行われたが昭和期ではこれが最後の来日となった1991年11月老いのサブウーを伴っての FMW への参戦で10年ぶりの来日が実現以降は FMW を 主戦場として、大似た厚紙と構想を繰り広げた。1992年5月6日、兵庫県三田市大会における大似たターザン五島 VS シークサブルーのファイヤーデスマッチでは、リング周囲の火炎の勢いが強すぎるというアクシデントが発生。リングは火炎に囲まれ、酸欠状態となり、異変を察知したレフェリーや選手たちは次々とリングを、 飛び降りたが、飼育は最後まで、リング内に残り、ギリギリで、リングから降りると場外でも大仁田に、火炎攻撃を仕掛け、ノーコンテストの最低が下ると自ら救急車に乗り込み病院へ直行した。1998年12月11日、大仁田が旗揚げした、新団体、嘘クラブの後楽園ホール工業にて、本人を招いての引退セレモニーが行われた。 2003年1月18日、故郷のランシング近郊のミシガン州、ウィリアムストンにて心不全により76歳で死去。彼の死は、当時来日した、アブドーラザ・ブッチャーによって、日本のファンに伝えられた。2007年、プロレス界における功績を称え、WWE 殿堂に迎えられた。検証式は3月31日。 かつての本拠地ミシガン州デトロイトのフォックスシアターで行われ、サブウートロブバンダムがインダクターを務めた。ありがとうございます。